はい、皆さんこんにちは、島田祐介です。皆さんがご飯を食べ行った時に松竹梅のコースがあったとしたら、皆さんはどれを選びますか？もちろん内容によると思うんですけど、ほとんどの人は竹コースを選ぶそうです。実はこれはですね、お店側の巧みな仕掛けがありましたので、今日はその理由を皆さんにお伝えをしたいと思います。どうぞご覧ください。ということで、今日のテーマなんですけども、知らなきゃ損するおとり効果についてお伝えをしていきたいと思います。今日はですね、先ほどの理由をお答えをする前に、皆さんに売る側になった気持ちでちょっと考えてほしいんですよ。皆さんが例えばさっきの飲食店を経営してますってなった時に、売り上げを上げていくためにはどうするのが一番いいですかね。一つ目の作戦として、商品をいっぱい増やそう、そしたらいろんな人が来てくれるって考える方もいると思うんですけど、実は、これ人間の心理としてですね、人間がこの決定回避の法則っていうのがあります。決定回避の法則で、これどういうことかというと、品揃えを多くすると僕らってどれか選ばないといけないじゃないですか。どれ食べようかなって。で、選ぶうちに疲れてしまうっていうのが人間の中であるんですよ。なので、そうなると商品が多ければ多いほど、どれにしようかな、どれにしようかな、これにしようかなって悩んでるうちに決めれなくなっちゃうんですよね。皆さんも経験ありません？そういうの。実は人間が一番選択しやすい数っていうのがあって、3から5なんです。なので、まず商品を売りたい人、売り上げを上げたい人は3つから5つに商品を絞るっていうのがすごく大事になってきます。なので、ちょうど3つ、松竹梅っていうのが本当にバランスいいっていうのが、まさにそこに理由が隠れてるんです。で、今度じゃあ3つに絞ったのはいいけど、同じ商品3つ並べても売り上げが増えるかっていうと、またそうでもないじゃないですか。今度考えていかないといけないのは価格設定なんですよ。売り上げを多く上げるためには値上げしたい、値上げしたいんだけど同じ価格帯を並べても意味がないので、じゃあどうやって工夫するかなっていうのが次になってくるんです。そこで僕らが普段利用されてるのが、人間のまたこれ心理2個目なんですけど、極端の回避性っていうのがあるんですよ。極端の回避性、これどういうことかっていうと、松竹梅でさっきの梅コースにしたら安いけど、いやなんかこいつケチいなって思われても僕ら嫌だなと。これがまさにこう回避したいところなんですよ。でも松にするとちょっと自分の中でも贅沢すぎるなっていうところがあるんですよね、っていう気持ちも働くんです。確かにわかるんですよ、僕も。確かにこう梅で、いやこいつケチいなって思われても嫌だなっていうのはありません？皆さんも。なので、そうすると人間ってどうしてもこう極端な選択を避けようとする。なので必然的に竹コースでっていうのを選ぶ人が多いそうです。だから全くお金を気にしないとかいう人であれば、それこそ松選んだりするかもしれないし、全然見栄とかもない人だったら、ね、梅とか選んだりするかもしれないですけど、まあ、人間の一般的な心理としてそういうのが働くそうです。ただ価格差をつければいいかっていうと、そういうわけじゃなくて、あえて3つそういうのを人間の極端に回避するっていうのを知った上で価格設定をしていく。なので松竹梅がすごく上手になってくるんですよね。ちょっとポイントここにボンってあげたいんですけど、松竹梅もどのくらいの価格設定にすればいいかというと、5対3対2です。5対3対2、これ1つ目のポイントになります。なのでちょっとまずやっぱ高めに見せるんですよ。でその後、まず見せると、あ、なんか安いなって感じるじゃないですか。これも結構重要なポイントで、なので松竹梅のコースは532で組み立てていくとすごくいいです。でここまで、商品の数は3つから5に絞れと、で価格は532で松竹梅で決めろっていう話をしてきたんですけど、で最後に重要なのが、商品の内容なんですよね。もちろんその価格とか商品数変えても内容がどうなんだっていうのが結構最終的に重要で、あんまりこれが乖離がありすぎると、え、なんか松竹梅になってなくないみたいな、意味がないので、一貫性がすごく必要なんですよね。なので例えばなんですけど、これパッと見、あ、これ梅だな、これ竹だなと、序列がついてるような感じだとすごい良くて、ちょっと事例としてここに書いてるんですけど、例えばなんですけど、梅コースだったらマグロ丼とか、竹コースだったらマグロウニ丼とかですね。で最後松コースだったらマグロウニイクラとかを足していくようなイメージ、そうすると松竹梅のイメージがすごく立ちやすいので、こういう上位設定をやっていくっていうのがすごく分かりやすい商品ラインナップになってます。ここまで見てきたのが、商品数まず3つから5つに絞ろうっていう話と、価格設定ですよね。で最後に商品内容、この3つを意識してやっていくと松竹梅っていうのがすごくいいバランスよく作られているっていう話になってます。なので
例えばこのチャンネルを見てくれている方の中にはですね、営業マンの方とか、サラリーマンの方いると思うんですけど、まあ、自分が売りたい商品、売ってる商品で、どういう仕組みで売られてるのかなっていうのを考えていくと分かりやすいと思います。で、僕も、まあ、経営者の一つとして大事なのってやっぱりこう価格設定なんですよ。いかに売り上げを上げて経費削減していくかっていうのがすごく大事なところなんですけど、この売り上げを上げるコツとか値段設定ってやっぱすごい値決めってすごい大事なところなので、まあ、こういう仕組みを使っていくマーケティングでよく、まあ、代表的な事例として取り上げられているので、まあ、こういうのをぜひ活用して営業成績とかを上げていただけるといいのかなというふうに思いますので、ぜひやってみてください。で、今度逆に買う側、要は今までって売る視点でちょっと見てきたんですけど、今度買う側として多分皆さん明日から、いやむしろこの動画見ていただいた直後から多分見方ってちょっと変わると思うんですね。あ、この店松竹梅でやってる、こういう仕組みでやってるんだっていう、なんか自分の心理が分かると思うんですね、意図が。なので、この買う側でどうやってそれを対処していくかっていうと、松竹梅で考えるときにもちろんその見栄の問題とか心理的なところはあるんですけど、本当に必要なものを値段にしていくとすごく分かりやすいと思います。もちろん値段にできないものもあるので、例えばさっきのマグロで言うと、今気分的にマグロだけで、マグロって本来こんぐらいの価格だよねと、でもウニだったら単体でとこれぐらいだよね、で足したらこれぐらいかと、 でも本当に必要なのってどっちなんだろうなとか、食べたらどっちなんだろうなって考えていくと、分解していくっていうのがすごく対策の一つになりますので、まあ値段が分かるものはちょっとやってみてください。ということで、今日はですね、このおとり効果、松竹梅がなんで竹が選ばれやすいのかっていうのを皆さんにお伝えをしました。ぜひですね、ちょっと皆さんが普段から意識して買い物の時に見てもらえると違った視点が見えてくるかなと思いますので、ちょっと今度は気にかけてやってみてください。ということで、Twitter でもですね情報発信してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。また YouTube チャンネル、登録の方よろしくお願いします。また会いましょう。